どうしたの？それじゃあね。水入らずでいいんじゃない？私も3人で寝たいな。Thank you.
ですか、ママ。私のうちにはそういう家族って感じがあんまりなかったから、あ、別に仲が悪いとかそういったことではないからね。でもこういう賑やかな雰囲気ってなんだか新鮮で嬉しい。理想の家族に出会えたって感じ。ごめんね、ゆいちゃん。パパもママもゆいちゃんのパパとママでいるのがとっても幸せって話してたの。本当ですか？私もパパとママがパパとママでとっても幸せです。私もだよ、ゆいちゃん。
しみたい。キリト君にも似てるよ、口元のあたりとか。なんちゃって。ゆいちゃんとキリト君と家族になれて私幸せだよ。じゃあ私たちもっともっと思い出作らなきゃ。
れ様、お兄ちゃん。私もそうする。じゃあまた明日ね。おやすみなさい。浴びてたらどこからともなく男の人の声が聞こえてくるの。ボソ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 って何度も何度も繰り返して、私怖くなっちゃって。本当に聞こえたんだもん。お兄ちゃん、どこかに変質者が隠れてたりするかもしれないから。
これってメッセージ録音クリスタル？リーファッチ、俺が作った特製目覚ましアラームですがすがしく起きれたか？ああ、あれは…そうかそうか、役に立ったなら何より何より…って捨てただ？ひでえよ、リーファッチが朝に弱いって言うから俺が丹精込めて作ってやったのに。おいキリト、いくら妹が可愛いからって他の男からの贈り物を問答無用で捨てることはねえだろう。騒ぎって、たかが目覚ましで何が起きるってんだよ。ねえ、録音クリスタルに一体なんて吹き込んでたわけ？そりゃ、朝を気持ちよく迎える定番、愛のメッセージだよ。リファちゃん、クラインお兄ちゃんがお越しに来たよ。目覚めのキスだ、チュ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 。それは…捨てて当然ね。冗談だろ、寄ってたかってそこまで言わなくても。あの、今度は空の録音クリスタルだけもらえれば音声は他の人にお願いするから。あんまりだぜ。どうしたの？さあ行きましょう。よろ
しく、キリト君。